ただいまですこの短い時間で何をしてたかというと自撮りをしようと思ったんだけど全然漏れなくて <laughs> 諦めてましたはい何をしてたかと言われますとそれですねはい <laughs> おやっと星投げ見えるようになった嬉しい皆さんありがとうございますポンポンとしちゃってください ありがとうございます。じゃあ改めてキャッチフレーズいきましょうか。いきます。福井県といえばカーニ恐竜、はいヒーユーカーン。はい。皆さんありがとうございます。嬉しい。やっと見れたらさっきね、本当にずっと見えなくて、星投げが、えー。ショックと思ってたんですけど。わー、こんなたくさん。ありがとうございます。そうだな。今日はね、今回配信が20分だけなんです。ちょっと短め。そう。 私ねいっぱい喋っちゃうからさみ短いね本当に5分ぐらい20分なんて <laughs> そうあ自撮りのコツ教えてだってえー、自撮りのコツかでも最近ね私そのそうこれは全然小言なんだけどあの加工をちょっと薄くしたの。そうあのやっぱり 加工アプリって意外と加工きつかったりするんだけどまあ今も全然普通に加工するんだけどちょっと薄めにしたうんあのー、最近ちょっとね顔がまあいまいちなんですよだからちょっと現実見ようと思って加工で逃げないで現実見ようと思ってそう加工ちょっと弱めましたそうでまあ自撮りのこととしてはですねまあ と上目から私はこっちの顔が好きなんですよ個人的にこれで見るとこっちの方が好きだな <laughs> そうでもなんか写真写るはね私はこっちの方が好きだったりするそうだからこっち向きが結構多いんですよそうなんですそうこうしてって感じでもポーズ最近さめっちゃ迷うんですよなんかおすすめのポーズありますか自撮りのポーズで ちょっと何か案ください <laughs> 本当に最近迷うの何にしようってカズさんクマありがとうございますそう最近めっちゃ迷ってるからさね何がいいかねうんフフ <laughs> そうギャルピー見たいギャルピ、ね 意外とでもするよギャルピーでも自撮りだとねえってなるからさちょっと面白いんだよ、ね、ギャルピーギャルピーかわいいよね私も最近ハマってるうん恐竜ポーズ恐竜ポーズ最近恐竜やってないかもいいね恐竜恐竜カニ恐竜カニはもうさいつでもできるじゃんピースってもう王道だから恐竜ってなかなかやらないよね恐竜うんうん 星集め行ってくる行ってらっしゃいありがとう頑張って頑張ってそうそうあこ誠さんくまありがとうございます何がいいかなかわいいポーズがやっぱいいかなうーん迷うのでも最近ハマってるのが、まあ、自撮りっていうかまあ撮ってもらう時には絶対にこうやってしちゃうのなんかちょっとおしとやかに見えないこのポーズなんか「ん?」みたいな感じで。 結構好き。そう、頭髪の毛とかも若干見えて。うん、いける感じで。好き。まもるさん、虹色の星、ありがとうございます。そう、これ好きなんです、なんか。うん、いける感じで。ね、お嬢様か、お嬢さん、お嬢様か。お嬢様感あっていいよね。<ん>そう、好きです。<laughs> あとは。うん、あと何してる。 そうでも最近そうだね髪の毛が長くなったのでこうやって髪を持ったりすることが多くなったねうんあとはこういうのとかそうねそう黙っていれば美人みたいな <laughs> おい喋ってたらどうなんだいく おタピさん虹色の星ありがとうございますかける1030ありがとうございますたくさん星これ一応星なんですよこのこう,こう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 を表してます星ありがとうございますんうんそうなんですよ、うんタくさんだるまありがとうございますかける1020ありがとうございます30ありがとうございます そうなんか連続で投げるといいみたいです。ポイントが一点二倍になって、はいお願いします。はーい、んほっぺ片方膨らませて、膨らませてない方を指さす。待って。うん？こういうこと？難しい！なんかどっちも膨らんじゃう。うん。 こうか難しいどっちもなんか膨らんじゃううんあでも確かにあざといあざといねうん <laughs> 確かによさげいい感じですなうん美香さんハートありがとうございますまことさんタコかける中ありがとうございますね あざとーいでもやっぱこういうのとかあざといのかなはいでも最近気付いたんですよ指なんかめっちゃいかついなって思って写真とかよく、まあ、手つけてるじゃないですかでこういうのは別に手が見えないじゃないですかでもかこういうのとかするとんか手がなんかいかつくてゴツゴツしてんなーって自分で思います、はい <laughs> 目線そらしてるの好きよえ嘘よく目線そらしがちなんですよまた載せますわインスタに目線そらしてるやつ見てね <laughs> 嬉しいな目線そらすのでもなんか目線そらすのってさどこまでをさ見ればいいのか結構難しかったりするんですよ難易度高めここここがちょうどいいですかそれともここらへんねわ分かんないけど ちょっとこれから頑張ろう目線そらすの <laughs> うんおポカポカさんくま3個ありがとうございますふふ <laughs> なんかさこういうのないみたいな <laughs> うん、ねそうあそういえば話変わるんだけどそう最近ねそのめちゃめちゃインスタとかにも「配信します」とか「何時何時にします」「来てください」とかいろいろあげてるじゃないですかそうだから今日ね学校行った時に友達がめちゃめちゃ応援してくれてて「そう配信見に行くね」とか言ってくれて嬉しかったです。 そう本当に友達優しいですよもうう大好きそう今日もね学校行ったら「昨日行ったの気付いてくれた」とかそう来てくれてるのうん、嬉しいありがとうねえそう本当にねうん嬉しい本当に優しいそう全ね別にあのそこまで なんていうのお話ししたことない子とかでも「インスタ見てよ頑張ってね」とか「最近忙しいでしょ」みたいなそうめっちゃ言ってくれていや愛ですねほんとそう嬉しい本当にねそういう一言でも本当に幸せですね嬉しいですはい、うん、あ里山さんだるまありがとうございます 音符10個ありがとうございますそうだから本当に友達は大切にしなきゃいけないなと思いましたうんうんそう本当学校行くの楽しいもんだって本当に本当に楽しい学校だから行きたいと思います逆にそうない日が逆に恋しいというか本当に大好きうん <laughs> でも最近最近っていうかもう明日から夏休み突入ということで。 そう友達に会える機会がもう減ってしまうんです悲しすぎるお茶目部長さんクマありがとうございますうんうんそう悲しいなはいでもいろいろまあ最近は SNS も発達してますから まあ電話とかまあ LINE とかいろいろできますからねうんそれはいいことですなだから恋しくなったらみんなの写真とか見返してはい、うん、はいそうすぐもうね連絡取れる時代になりましたからね素敵本ほんとすごいよねだからこれからほんとどうなるんだろうねもっと 進化していくと時代がねえうわあすごっねえどうなるのかねとか考えちゃったりしてふか <laughs> ふかねえかんないだって車が自動運転になりかけてるし飛んだりするかもねどうする飛んだら。 かどこでもドア欲しいなどうするドラえもんができて何でも動画出してくれちゃったりとかしたあるかもねお願いしますドラえもんくださいはいそんなこと言ってるともう12分もなっちゃってあと8分で配信が終了ですそう今日は短いんです18時20分までなんですよ そうでも次の配信まで結構時間がある40分くらい時間がありますのでまあその間にいろいろして準備しておきますはいそう時計あるんだそうあの使ってない携帯ゲットしただから見れます時間 <laughs> はい今日の服恐竜と同じ色だそうなの恐竜みたいでしょガオ 恐竜恐竜意識とか言ってみたりさっきまではスイカとか言ってたのにルル <laughs> でも恐竜も入ってますよねそう恐竜恐竜スイカ葉っぱカエル <laughs>、ね、結構な濃い緑だからさ濃い緑かわいいよね結構好きお気に入りまあママのだけど <laughs> はい ああバッタ,うわバ,ッタバッタね昔得意だったんだよね結構もうかわいいバッタってなってたんだけどある日からなんかあんまバッタ得意じゃなくなっちゃったんだよねまあカエルとかもなんかうんうん,ん絵文字とかは好き可愛くないカエルのあそうケロピとかさこういうの大好きなんだけどなんか生とかだとちょっとなんかごめんねうんケロピは好きなんだけどねうんうん なんとも言えぬって感じですわはいそうてな感じでそろそろいい時間なのでランキングを読みます今日もありがとうございます短い時間ですがいただきます13位谷口弘樹さんありがとうございますまた見てください12位タグさんありがとうございますまた見てください11位フォークアットマーク香港チームエイトと16期箱押さんありがとうございますまた見てください 10位ジョコミントさんアットマーク8月8日は泣いた,日泣いたの日お察ししますはい <laughs> 見てくれてありがとうまた見てねありがとう9位翔くんありがとうございますまた見てください8位ゆうきくんありがとうございますまた見てください7位カズさんありがとうございますまた見てください6位お茶目部長さんありがとうございますまた見てください5位 FD 25、アンダーバー、老角人さんかなありがとうございます。また見てください。4位、里芋さん、ありがとうございます。また見てください。3位、誠さん、ありがとうございます。また見てください。2位、ポカポカさん、ありがとうございます。また見てください。そして1位は、タピさん。かわいいタピ。タピさん、ありがとうございます。また見てください。はい、ってな感じで。まあ、そろそろ、うん、もう15分、あと5分。 ね最近さ本当に時間配分下手くそだよねそうランキング読んだ後絶対5分余るんですけど何しようかねそう絶対時間余っちゃうんだけど結構私ねありがちなんですよねなんか前もって準備しすぎるというかそううんいいのか悪いのか,だからちょっと時間余っちゃったりするの集合時間よりめっちゃ早くいっちゃったりとかいいのか悪いのか まあ、遅れるよりはいいでしょう、うんはい <laughs> はいアディショナルタイムってことでそうだねアディショナルアディショナルタイムということではい、お腹なったお腹すいたな夜ご飯食べよっと夏休みコスメ買いだめるからおすすめ教えてえー、待ってねえ何、ー、だろうちょっと待って私もコスメ欲しいんだ最近 もうなくなっっててきちゃってえー、でもねこれこのパレット私イエベなんだけどなんか買っちゃってかわいすぎて買っちゃいましたあ反射してるんだけどこのね見えるかなこのラメがとてつもなく可愛くって12344つラメ入ってるんですけど大粒小粒全部揃ってて反射しちゃうんですけどそうだからちょっとおすすめロムアンドですロムアンドの やつ、ピンクこれ多分ねロマン,ンドの BT パレット03番ですぜひ買ってみてねかわいいキラキラしててラメがラメこれお気に入りですあとはそうだなええー、<laughs> あとはええあでもああ、でも,ああでも あどっか行っちゃったあれあれ,あれ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 なくなっちゃったお気に入りのやつあれどこ行ったあいないんですけどいない <laughs> ちょっとどっか行っちゃったのでまたちょっと後からでも見せますねはいロムアンドおすすめですはい是非ゲットしてねあこれはなんと福留からもらったリップこれもロムアンドだけどこれも可愛かった これはね、マットではないんだけどこんな感じ結構赤いでもかわいいとめから頂いた,だいためっちゃ使ってますありがとうとめそうこんな感じでもリップはほぼロムアンドばっかりこれは自分で買ったんだけどちょっと暗めですこんな感じうんはいそう <laughs> 今さっきから学びましたさっきの配信で教えてくださったファンの方がありがとうございますはいうん次はもうちょい上で縛ってきてほしいです了解次ちょっとね20分から19時だから結構時間あるのでその時にちょっともうちょっと上で結ぶで任、ま、せんしゃい ありがとうポニーテールガチ勢 <laughs> ちょっと高くするわよし任せてではこの辺でもう20分なるかななるかなどうなんだろうまあなると思いますあまだ微妙だなら20分なったら切りますか <laughs> では次の配信は開始時刻十九19時から19時からまた配信します はいい見に来てくださいお時間の方そう今日ちょっと結構配信しますので会いに来てくれたら嬉しいですはい、うん、ではバイバイサラダバーなるかななったかな <laughs> おなるかなあなった